来て、またヨミさんですけど、ランキング情報を使ったら RE、LE ってユーザー定義の名前は UID っていう名前をつけて工夫して、この売買ルール、この条件はこういうやつだなっていうメモ的にね、情報を入れてやって作ってるんですけど、なんか便利な工夫があったら教えてくださいってお話ですね。いやー、そしてトレシーズさんは、まあ、やっぱり分かりやすい名前付けの一番だと思います。トレシーズさんはランキング情報は、ね、RLE とかじゃなくてランキングってもう思いっきり分かりやすい名前を付けてる場合が多いです。ただね、ユーザー定義とかをね、もう U とかね、ユーザー定義とか名前付けた方がいいかなっていうの分かり、そっちの方がいいかもですねって書いてありましたね。あんまりね、文字数とかユーザー定義とかね、ランキングとかの文字数が多いと、やっぱりね、ここね、そんなに多く幅広く置けないので、ね、標準だとこれぐらいしか広げないんで、なるべく少ないようにね、しといた方が確かに見やすくて分かりやすいかもしれませんね。ここら辺は開発マニアックな話になっております。